ビルダバルは日本の競争馬。馬名の由来はフランスブルターニュ地方にある東名。サンデーサラブレッドクラブの出資馬であり、募集価格は250万40口の1億円。2009年8月23日の新馬戦でデビュー勝ちを収めると、続いて出走したのジキクステイクスで連勝するが、その後に骨折が判明。休養に入る。 2010年3月27日の毎日杯で半年ぶりに復帰。3番手でレースを進めたがダノンシャンティの3着に敗れた。その後日本ダービーを目指しサツキ賞に出走し6着に敗れた。さらに NHK マイルカップに出走したがダノンシャンティのレコード決着の前に3着に敗れた。この結果で賞金不足により日本ダービーへの出走は微妙とされてきたが サンライズ・プリンスの回避もあり日本ダービーへの出走が可能となった。本番の日本ダービーでは後方から追走も直線では全く伸びず12着に敗れた。夏の休養を挟んで秋初戦は10月9日の大原ステークスに出走。レースでは3番手追走から直線で鮮やかに抜け出すと後続に3馬身反差をつけ1年ぶりの勝利を収めた。続く 富士ステークスでは一番人気に支持されたが、直線で伸びきれず四着に敗れた。アンドロメダステークスでも一番人気に支持され、道中中段の外をかかり気味に追走して、直線で早めに抜け出す形となり、最後はアドマイアメジャーにかわされ二着に敗れた。ナルオ記念では、中段追走から直線で上がり33秒台の末足で突っ込んできたが、ルーラーシップの三着に敗れた。 2010ファイナルステークスでは一番人気に支持され、後方から追走も直線で伸びきれず8着に敗れた。2011年2月5日の小倉大賞展に一番人気で出走。後位から足を伸ばしたが、サンダイズベガの3着、続く中山記念では2番手追走も直線で伸びきれず6着に敗れた。これが池江康郎級者最後の出走となり、 3月からは、息子の池江康氏受給者に、天運やした。しかし、右前足の剥離骨折が判明し、6ヶ月の、休養を余儀なくされる。復帰戦の韓国バージ海拝に一番人気で出走。中段追走も、直線では伸びず3着。続く海事ステークスでも5着に敗れた。休養を挟んで、5歳初戦は2012年1月14日の、岩清水ステークス。 後意追走も直線で伸びきれず6着に敗れた。続く、ナンバーステークスでも4着に敗れた。続く、湘南ステークスでは中段追走も直線で伸びきれず6着。紫賞では後方から追い込んでくるものの6着に敗れた。ジュー運ステークスは中段から差しが決まり、久々の勝利となった。小倉日経オープンは最後方から追い込んでくるも3着。 アイルランド T でも中段から直線で追い上げたが、アカンサスの2着に敗れ、赤敗が続いた。カシオペアステークスでは、早め、先頭から一気に押し切り同じ旧車のダノンバラードを抑え5勝目を挙げた。その後8歳まで現役を続けたが、2015年4月1日に、クッケンエンを発祥したため、現役を引退することになった。引退後は、 兵庫県立張馬農業高校馬術部でつなぎようされ競技場として活動している。ありがとうございます。